第6章イタチの力。よし、一旦ここで休憩を挟むぞ。待てよ、カカシ先生、俺たちそんな暇ねえってばよ。今頃どこかでガーラは。頭を冷やせ、ナルト。疲れた体で倒せるほど暁は甘くないだろう。ガーラ君の救出に失敗は許されない。ここで体力の回復を待つべきだ。ああ、分かったってばよ。ナルト、なぜあのガキはタザトのガーラをあそこまで助けようとする？あいつも人中力です。それも九尾を封印された。ん？確かにナルトにとって砂隠れ自体には大した思い出はないでしょう。しかしガーラ君はあいつと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。人中力がどんな扱いを受けてきたか、それはどの里においても大差ありませんからね。だからこそ助けずにはいられないんですよ。博士よ、わしのしてきたことは間違いばかりだったのかもしれん。ガーラに術を使って資格を憑依させたのはこのわしじゃ。里を守るためにしたことが結果里とガーラを苦しめることとなった。いや、老いぼれのわしにもまだできることがあるかもしれんの。いえいえ、まだ十分お若いですしね。ゲヘゲヘゲヘ。どれ、そろそろ出かけようかの。あやつがしびれを切らさぬうちにの。はい。
Yeah!